深川車両基地。深川車両基地は、東京都江東区にある、東京地下鉄、東京メトロの車両基地及び、車両工場の総称である。車両基地の深川県尺、深川は県舎、車両工場の深川工場、深川工場から構成される。東西線の車両が所属している。最寄り駅は、深川工場は、東洋町駅で、深川県尺は、木場駅。 なお、2009年、平成21年度には、行徳建築が組織統合され、同社庫は、深川建築行徳分室となった。本社領基地は、越中島貨物駅に近接し、東京都が所有していた江東区への野球グラウンドと、東京都公安局が管理する運河の一部を譲り受けた土地である。この場所は運河を埋め立てた場所であり、 地盤沈下対策として約1.7メートルの森土を行ったが、以後も地盤沈下に悩まされた場所でもある。本建築は当初より将来の輸送力増強を予想して重量編成対応で建設された。東西線の検査業務は最初の開業時には本格的な車両基地がなく、球団下駅付近に設置した側線を飯田橋建築と称し、 検査業務を行っていた。さらに、中野駅延長後は、国鉄の三鷹電車区、現、JR 東日本、三鷹車両センター内に、飯田橋県舎三鷹出張所を設置し、列車検査と新車の危険を実施していた。車両数に対して、車両基地の収容数は大幅に不足しており、一部、車両は豊田電車区、現、JR 東日本トヨタ車両センターに留置していた。 ことも記録されている。東西線車両の定期検査、全般、重要部検査は1966年、昭和41年2月より、日比谷線の線路工場において実施をしてきた。さらに同車両基地の拡張工事により、1967年、昭和42年4月より竹の塚検索で検査を実施してきた。これは、低都高速度交通営団、 当時の A 団地下鉄では他に検査ができる施設がないためであった。実施にあたっては、中央線と山手線経由、三鷹新宿経由、品川上野で常磐線に入り、さらに北千住から東部伊勢崎線を経由して、日比谷線へ改装をしていた。なお、深川県尺の発足により、飯田橋県尺は廃止され、深川工場の発足により、 国鉄線経由での検査回送は廃止されている。中、当時の法定検査周期は、重要部検査が1年6ヶ月、または走行距離25万キロメートル以内、全般検査は3年以内と、現在よりも大幅に短かった。主な業務は、東西専用車両の月検査と、車輪添削、車両清掃である。東西線の全車両が配置されている。 その他、六千系の一時二次試作車は当初は本検尺に配置され、東西線で試験を行った。また、半蔵門専用として申請された八千系も一時的に配置されたことがある。これは、当時、零語系電車がまだ設計中の段階であり、製造に至っていなかったことから、半蔵門線延伸用として製造していた三、編成が冷房準備車として、 当基地に配属された。ここで、冷房改造を施行し、当の冷語系が配属されると予定通り、半蔵門線へ配属された。主に以下のように使用されている基地の北西側に事務所がある。基地の北側からはその奥に線状線などが見え、その奥に剣車庫が見える。基地の西側から中の様子を見るのはやや難しいが、 多少高い位置から見れば、検車庫の中に車両が止まっているのを見ることもできる。分かりがたい位置にあるが、検車庫よりも奥にも留置線があり、車両留置にも使用される。基地の北側から見て、手前の2線は、主として、深川工場入場車が留置されている。編成を分割されていることも多い。また、新車道入時にもこの線に止まっていることも多い。線,線は、 車内清掃などのほか、単に留置に使用されているだけのことも多い。その手前の線は、検車庫出入の入れ替え時に入線して、他の留置線へ移動する。配線上、検車区から留置線への移動には2回方向転換が行われている。基地中央部の留置線は、配線の都合もあってか線ごとに停止位置が少しずつずれている。乗り入れ車両である。 東洋高速鉄道2000系も留置される。通常では JR 社が車両基地内に入庫する定期運用はないが、入庫した実績はある。深川工場は1968年昭和43年4月に東西線の工場業務担当職場として建設された。工場設備は各職場を分散配置から一つの建屋に収めたり、 車体職場は横置きから縦置きにするなど合理的な配置が取られている。1981年昭和56年には車体更新修繕場が完成し、5000軽車両の更新工事、B オサム工事や C オサム工事の施行や冷房装置取り付け工事、同社の東洋高速鉄道線型への改造実績がある。 東西線に所属する車両の重要部検査、全般検査及び改造工事等を行う。また、東洋高速鉄道に所属する車両についても、同社からの委託により行われている。沿線道路、工場北側から見て一番手前の線や手前から二番目の線には、編成を組んだ状態または、編成を二分割した車両が留置される。写真奥に見える。 工場内に列車が入っている時には扉が閉まっているが多い。この線は校内市運転に用いられることもある。手前から2番目の線も入場車両の留置に用いられる。東在線車両は編成を2分割しても自走可能であり、敷地内の移動は自走によることも多いが、無車席の牽引車に牽引されることもある。先頭車以外。 簡易運転第一き車両を含むを先頭にしての自走は通常行われていない。行動から離れた奥の方では一両ずつに分割してクレーンで車体を持ち上げなどが行われる。その東側では台車置き場などがある。手前の線から出てきた車両がスイッチバックして奥の方に入っていくことがある。なお、この入れ替えに使用されるポイントは手動である。例語形においても 経年10年を迎えた車両より、CEO サム工事を車体更新修繕上にて実施をしている。その後、2006年、平成18年に施行された例5系6次車と7次車、第19から24編成においては、CEO サムと同時に、新型の冷房装置への交換が実施された。なお、下記の例7系においても冷房装置の交換は、実施されている。 東西線の07系は、有楽町線から転属した車両であるため、改造を受けている。東京都江東区塩浜に位置する、この地域は、旧区名から深川と呼ばれる。県尺の南側には、越中島貨物線、小名木川市線などと呼ばれる、総武本線の貨物支線の越中島貨物駅があり、かつては連絡線が存在し、5000系と6000系試作車の搬入に使用された、こともある。 また、京葉線が新東京トンネルから地上に出てくるところとも至近距離に位置している。このほか付近には JR バス関東の東京支店がある。東洋町駅からは伏線の引き込み線でつながっている。引き込み線は、車両基地の手前で地上に出て、道路をオーバークロスして運河を渡り、地平に降りて構内に入る。東西方向に伸びていて、 引き込み線は東洋町駅から南へ180度曲がってくるため、本線上とは車両の向きが逆になっている。構内の東側に工場、西側に建区があり、工場は東洋町駅前交差点を南下した地点にあるが、建区は木場駅からともほぼ同じくらいの距離か、むしろ同駅からの方が近い。なお、地形がわずかに傾いているため、 工場側ではほぼ地面と同じ高さであるが、検築側ではやや地面より高くなっている。建築及び工場は一般公開されたことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。